こんにちは。本当にちょっとね、本当に言いづらい言いづらいんですけどもですね、今週お休みをいただきます。夏休みです。いや、やめる前なんだ。いや、本当そう私も取ってからしまったって思ったんですけど実家に、山形に帰ります。親御さんのお土産は？あ、親のお土産、うん、なんかちょこちょこと買って、うん、あとちょうど7月が両親ともに誕生月なので、うん、直接お祝いをしたいなと思います。あ、いいですね。はい、じゃあ最高のプレゼントはね、あれあれねいいじゃん、お揃いの T シャツ。いや、もう私親があれ着てるの見たらもう多分泣いちゃう。あ、嬉しくて。違うよ、ずいぶんな枚数。いや、ありがとうございます。本当に私が卒業するっていうことで買ってくださるって方も いるんですかね。なんか、うん、そうですね、着る予定なんかないのに買ってくださるっていう方もいらっしゃるのかなと思うと本当にね、胸が痛いんですけど、物自体はね、すごいいいものでしたね。いいよ、うん、T シャツの素材も柔らかいし、生地もしっかりしてるし、そう、こう首のね、ここに入ったさ、一盛りのワンポイントのロゴも可愛いですね。可愛い、可愛い。それを着て、それを持って山形に帰っていただいて広めてください、山形でもね、しっかり。あ、そうか、全国どこでも買えるってことですもんね。そうですよね。あれいいんじゃん、おしゃれなるかな。親子で着て歩いてよ、街中を。嫌ですよご近所の、実家のご近所の皆さんに、あやこちゃんどうしちゃったのかしらっていや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 、地沢家本気だなっていうね、みんないや、でもね、本当にあと1ヶ月なんだね。なんかしたいことある？したいこと？一問二でですか？そうそうそう、なんか出演者みんなで何かしたいですね。ちょっと難しいかもしれないけど、それぞれなんか楽器一個ずつ担当とかして、うん、みんなで演奏して、それをなんかこう合わせて一個の曲作ったりとか、うん、何をお芝居とか、でやっぱりほら本来であれば、うん、もうあと2週間もしたら、ね、東京オリンピックが始まるはずだったから、 それこそ一森のメンバーとなんかこう体を動かして何かこう挑戦する企画とか、おやりたい。得意な競技は何ですか？ね、やったことないけど競歩やりたい。勝手に一人で駅前通り何往復もするっていう。大野この間やったじゃん、散歩のビンゴでそうやってたやってた一人競歩みたいな。最後思い出作りよね。そうです ね、情報もちゃんとね、もちろんもちろん、ね、もちろんだってもう情報バラエティ番組ですから情報しっかりとお伝えしつつ、楽しい部分も余すことなく、はい、わかりました。じゃあその前にひとまずは充電と。そうそうそう、はい、私がいない間もいろんなメンバーが日替わりでこう MC をしていくことになりますので、私がいない1週間もどうぞ一問によろしくお願いします。元気にいってらっしゃいあ、でもそれ一回言ってみたいな。今日も元気にいってらっしゃいって言ってみたかったな。やりましょう、やろう、やろう。あとルナちゃんとはるかちゃんに、うん、石澤さん新しい世界へ行ってらっしゃいって言ってほしかった、最後に。あ、なるほど、うん、叶えましょう本当に。やりましょう。今あれですね、何言っても叶えてもらえるボーナスタイムですねね、じゃあそんな考える時間に当ててください。はい、ありがとうございます。お休み頂戴します。いらっしゃい。行ってきます。